ブルマ、もう今は学校ではあまり見かけなくなった伝説の体操着ブルマ、このたった一枚のブルマが一人の男の人生を狂わせることになるとは。え、マジか。あ、次の授業体育じゃない？体操着に着替えのめんどくな。ね、次の授業サボろうよ。いいね、サボろサボろ。え、何する？屋上とか行く？行こう行こう。行ったことないけど。嘘、ちょっと君たち、次は体育だ。早く着替えて体育館に集合したまえ。はあ？なんでお前に指図されなきゃいけないわけ？てかあんた誰？いきなり声かけられて怖いんですけど。あんたに興味ないからあっち行ってくんない？畜生！俺はお前らなんかに興味はない！俺が興味あるのはブルマ！お前たちじゃない、ブルマだ！それ以外はゴミ！それもわからない下等生物が！お前らがブルマを吐いてるんじゃない、ブルマがお前らを吐いているんだ。説明しよう。この男はブルマの魅力に取りつかれたかわいそうなブルマ大好き人間なのである。くそ、イライラする、ブルブル震えるぜ、ブルマだけにな。ああ、こういう時は心のノートに今の気持ちを書くのが一番だぜ。ブルマは世界を救うと。行くか。はい、そこまで。今日の授業はここまでや。次の授業始まるから早く教室戻るように。なんで授業を受けてるのが俺だけなんだ。なんで女子は全員制服で見学してんだ。おかしいだろこれ。これじゃあ大好きなブルマが拝めないじゃないか。ふざけんな。先生、一つ提案があります。お、なんや幼稚。見学するときも女子は着替えた方がいいと思います。え？幼稚、まあ女の子は体冷やしたらあれなんやから、あんたはもう気にせず授業受けとき。ちょ、先生。バカか、女子は体を冷やしたらいけない？いつもあんな短いスカートで恥ずかしげもなく生えてるくせに何言ってんだこれバカ教師は。気を取り直そう。俺は学校では真面目で通っている。ブルマが大好きなんて知られたら俺の学園生活は終わったも当然。いつも通り、いつも通り。ふざけんなこら！前こそ何なんだよ、髪引っ張んなし。ちょっと髪引っ張んないでよね。喧嘩か？何ぼーっと見てんのよ、早く止めなさいよ。ちょうどいいところに。実はですね、この二人が喧嘩してて。おっち、お前倒すのないや。格好？なんだこりゃ。なんで俺ブルマなんか履いてんだ。え、待って、これ誰のブルマじゃない？私の体操着。ちょっと、なる、なる。
違うって、俺じゃないって、違うんだって。よっち、あんたさすがにそれはやばいって。よっち、ちょっと職員室来てくれるか。親御さんにも連絡しなあかんしな。違う、俺は何もやってない。違う。うわー、はいはい、大変申し訳ございませんでした。ほら、よっちも謝りなさい。すいません。いや、まあ、彼も反省してることなんで。よっち、次はもうないからか。ちゃんと反省しな。はい、わかったか。なん、はい、切るんじゃないぞ。いや、マジで笑いこられるの必死だった。いや、イッチーの演技が上手すぎた。あいつが二人に一緒に止めてんの見たら笑いそうになっちゃった。どういうことだ。いやー、でもよくのみちゃんさ、あいつにバレずにブルマ吐かせることできたよね。うわ、あいつ、喧嘩止めるのに必死だったから簡単にブルマ吐かせれたよ。もう、なんで私のブルマ勝手に使うのよ。ごめんごめん、近くにあったからさ。泣いた。俺は最初から女子たちにはめられていたんだ。俺はずっとあいつらのおもちゃだったのか。そうか、わかったよ。母さんごめん。俺決めたよ。俺をバカにした、そして母さんを悲しませた女子どもに復讐する。俺の名前はブルマ仮面だ。どう、俺の新作ブルマ仮面。復讐のためにさ、ブルマをかぶってたら、うん、へ